どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールディインボーク新たなイベント分離するクラが来ているので、早速難易度 S に挑戦していきたいと思います。今回のフレンド有馬ですね、やっていきましょう。でですね、分離するクラ、今 SSR のアモンいるじゃないですか。これ SR のアモンで分離して出てくるのかな、あのクラが。私のクイーン家にクラというクイーン家がある。あー、3ターンまであるのね。まあ普通にやってスキルチャージャーじゃないわ、スキブでねやりたいんだよね。だからこうちょっと重装貯めて、貯めれねえな、はい、いける。でスキブたまる、でスキブでアモンを覚醒させる、ショキーン、アゴ、お前も相当アゴだなこのゲーム。でアリマのスキルを貯めようとしますか。はい、シャコン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 ってなんかの音似てんだよな、これなんだろうな、何の音だろう、どっかで聞いたことあるんだよな。でちょっとここをアモンのスキル貯めたいんで、重装のバフを貯めつつ、あ全然削れねえ、ブーストをいくと思ってた。アモンのスキル貯めつつ、これでよっ、ここアリまで飛ばせるよね。で次のボスをいきなりアモンで吹き飛ばすっていうことでいけるよな、これ。マジっすか、マジっすか。じゃあこれスキブ使って吹き飛ばしましょう。臨強で強いな、臨強で、なんか案外強くてちょっとびっくりしてるんです。何番合わせだったっけ、何番合わせのスキル使ってくるんじゃないのこれ。来た、一番合わせだ薬物者 180% にアップ、強くね、そんなことないの、ね、スイあっスイザン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 。なんかさ、こいつはセリフ少なかったからさまだだとか言うのさ結構新鮮なんだけど、いけ指揮者アモン、アモンじゃねえ、指揮者なんだっけ、アリマだ、指揮者アモンってなんだ、何、ちょっと待って、結構硬いな、これでどうにか倒せない、スイ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 、オッケー。で次スキブどうせちょこっとちょっかい出したら溜まっから、構え方が違うし、なんか向こうのさ向こうの方が構え方ちょっとカッコつけてんだけど、何ちょっとなんかせこくね、はいはい、そんなお前にはお仕置きだ、首ちょんぱちょん、73万、いいっすね。でこれで有馬ための指揮者有馬吹き飛べ、お前か、あ強っ、あ、強駆逐完了、駆逐完了。あー、ここは SSR アモンに最後取らせてあげたかったな。というわけで、S クリアですね。はい、まあなんかガシャチケット、あこれ見てみようか、あ、かっけえ、イラストかっけえな、イラストじゃなかった、ごめんなさい揺るぎない背中、なんかかっこいいんだけど、このアビリティアタッチメント、戦闘中 HP を3000アップ、ブレイクダウン3000アップ、これブレイクダウンだっけ、これなんて読むのこれ。でもかっけえなこのアモンな、ちょっとなんかガシャチケットもらえたからさ、せっかくだからちょっと単発引いとこうぜ。前回あの確定演出新たな僕見つけちゃったんで、あれこれどこ、あ一回これを受け取らないといけないよね、ガシャチケ、一回ちょっと単発引いとこうぜな。これってさ、そんなあれだよね、いいもん出ないよね。あ SR だ、ヒューン、はいはい、氷さんでしたね。というわけでね、今回は S を無事クリアしたということで、まあアモン入れればなんかどれでも勝てるんじゃないかなと思うんですけど、また次回の実況動画で
お会いしましょう。お疲れ様でした。